んにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにファイアープロレスリングワールドをやってみたいと思います。今回はですね、6月9日土曜日に行われます、新日本プロレス大阪城ホール大会、ドミニオン、そちらのですね、セミファイナルであります、内藤、VS、ですね、クリス・ジェリコ、こちらを戦ってみたいと思います。こちらですね、新たにチームを作ってですね、オメガ入ってますが、これはメインイベント岡田戦のためです。内藤とジェリコを登録いたしました。これで試合ができるようになります。では試合を行います。オフライン戦で、ワンナイトマッチ、ノーマルマッチ、そして、内藤哲也を選択して、クリス・ジェリコを選択ですね。コスチュームは何がいいんだろう。何で来るんだろうな。ロングもありますが、一番で行ってみたいと思います。ウォール・オブ・ジェリコ見られるかどうか。リングは、これでいいや。会場がね、アリーナですから、大阪城ホールはアリーナで。で、どうなんでしょうね。メインはまあ、間違いなくレッドシューズ、運のがやるんでしょうけど、まあ、一応、運のにしときましょうか。これで、試合開始です。入れ墨入ってます。と打ちつけた。逆水平。さあ飛ばして、ロープに飛ばして、キッチンシンクですね。さあとバックブリーカー。さあロープに飛ばして、ロープ際にこれエンズが不発。さあチョップを打って、おー、やり返しました。さあ、ストンピングから。そーっと。展開して、テイクドロップキー。さあ、と、フランケンシュタイン、ナートをこれを返した。お、これはブレイクです。あれ、これルールどうなってる。いや、普通の3カウントルールだよな。さあ飛んで、決まった。ドロップキック、エルボーを打ちくつけて、そしてまた静かな展開ですよね。さあ場外戦の突入だ。外を入れ替える、クレバーな動き、レバーな働き。おっと、椅子を持ち出したが、これはうまく取りました。足を持って、え、今度はエンズに決まった。さあドラ
スクです。ドラスク決まりました。さあ足を痛めつけます。攻撃出るんでしょうか。内藤いや、さあここのエンジンは不発ましたね。エルボーが決まって、ストッキング、なかなか静かな展開ですが、からショルダースルーでまたテイクドロップキック。おー、なかなか地味な技を展開ですね。おっと、さあ腕を示しつける、カモン。さあ今度はなかなか静かな展開。おっと、サッカーボールキック。ブレーンバスターが決まりました。さあエルボーじゃない、チョップの打ち合いです。ヤック水平の打ち合いから、さあロープに飛んで自分も飛んだ。おー、ジャベを決めていきます。さあクレーン、おっと、おっと、円錐だ。ここはうまいです。さあ何度もしつこく腕を、場外から戻ってまいりました。おっと、足を取らせての円錐。さあ、おっと、回った。さあ初めてのホール 2.9 DDT ですね。円錐、なかなか技が決まるようになってまいりました。もう終盤戦か。おお、こちらのジャーマンも決まりませんでした。おお、さあ4回目、決定しに合います。さあこれは飛ぶぞ。場外で沸かせてくれます。さあ抱え込み式の、おっと、今度はさあ起き上がったとこに、さあカウントです。これは 2.9 返しました。もう一回ホールに行きます。決まらない。おっと、おお、さあホールに行った。決まってもおかしくない。ワンアウト、外しま、これは返しました。 DDT かな。おやって、ワンアウト、これは蹴りで返しました。パンチは、パンチ一戦グレン、そしてグレンバスター。さあ DDT、 ジャンピング DDT ですね。おっと、フランケンシュタイナー。おっと、頭を蹴り飛ばす、そしてみじん切り。おっと、これは取り合いから、あ、ジェリコが勝ちました。カモン、あっと、オードオブジェリコ。さあこれは、これは耐えられるのか。耐えた。
ました、なんとか。おっと、さあこれはロープ際でした。さあしかし今度はジェニコの勝利、ナイトを破れ去りました。モザンナイトスープレックスですね、試合評価 100%。 なかなかその大技は出ないんだけれども、あのえー、両者 の、 あの渋い攻めが光る好試合でした。はい、こんな感じでですね、ナイトクリス・ジェイコ戦は予想といいますか、6.9 あの大阪城ホール新日本プロレスドミニオンに向けて、あの試合を試してみました。岡田何だったっけ、岡田大江戸戦もあのこの調子でやっていきたいと思います。はい、ゲーム動画でいこうでした。チャンネル登録、あの高評価、またですねこの動画を共有していただいて、ツイッターとかに共有していただくと非常に嬉しく思います。はい、またよろしくお願いします。ではまた。